2017年11月の9日、はい、第35回目の介護ラジオでございます。35回、はい、ここまで来ましたよ三田さん。すごいですね、はい、ブルゾンと一緒ですよ。あれ本当だ、5億って言いたかった。どう見てもキャリアウーマンですってちょっとこういうの、はい、というわけで、まあ事故ですね今、はい、事故の今夜は、はい、笑顔ケアの古賀とはい、綾瀬駅から徒歩3分東京未来大学福祉保育専門学校の介護福祉科教員の椎野です。はい、プレミア大木の三田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう11月になりましたね。はい、はい、街もですね、だいぶ街路樹が色づき始めました。はい、そうですね、はい、うちの施設のプレミア大木のは、うん、まあ、街路樹がこうね、やっぱだいぶ色づいてきまして、はい、紅葉で、うん、結構綺麗なんですけど、うん、ちょっと紅葉になる前、うん、前は結構虫、葉っぱに虫が食ってたみたいで、うんうん、それがね、芸術的にね、葉っぱのこう、なんていうんですかね、繊維だけが残る、うんうんうん、もう本当にね、芸術的な感じで残ってて、うん、すごいしねこれって言ったら、うん、あれみんな虫食ったのよみたいないいんだか悪いんだかよくわからない感じだったけどね、綺麗、はい、な季節ですね、はい、青空にね紅葉が映えますよ、はい、でもね、紅葉の後の後の秋の楽しみ方って落ち葉を踏む音が気持ちいいですよね。綺麗なこと言いますね。それはそういうところに行かれたってことですね。普通に自転車で仕事で走ってて落ち葉があると踏むわけですよ。シャリシャリ、パリパリ、音がする、はい、そんな秋の楽しみ方もあるのかななんて。なるほどね。ただ気をつけてくださいね。滑りますからね。怪我だけは。そうですね。はい、たまに銀杏とかも落ちてますからね。銀杏いいですね。銀杏ほら嫌いって人もね結構いらっしゃいますけど、あれね、いいって。うん、確かに銀杏に似てますもんね。え、それはどういう意味ですかそれ。どういうリアクションどういうそれちょっと困りますね。褒めてるんですよ。え、ちょっとそれどういう風に取っていいのかわからないですね、うんうん、ありがとうございます。銀杏も美味しいですもんね。はい、美味しいです、はい、ちょっと塩かけてね食べるのもいいですよね。あ、いいですね、はい、そうですね、そんなね食欲味覚の秋でもありますね。はい、はいはい、ではオープニングトークはこれぐらいにして、はい、では、毎回やってます介護のツボです。今日はですね、はい、先月ですね遅れてきてやれなかった三田さんが、それ言うんですか言わなきゃわからないのにそうだった、はい、三田さんが担当してくださいますので、はい、お願いします、はいはい、よろしくお願いいたします。今日はですね、こうユマニチュードということに、注目していきたいと思います。ユマニチュードって何かということなんですけど、まあこれ介護ラジオということなんで、はい、なのでまあ皆さん知ってる方も多いと思いますけども、うん、認知症患者に対するケアの方法なんですね。で、そもそも、ユマニチュードっていうのはフランス生まれなんですね、はい、でフランス生まれで人間らしいというらしさというのがそもそもの意味のようです。ですので、まあこのユマニチュードっていうのは認知症患者の方に対するケアの方法として、まあ、一人の人間として向き合いながら生まれる認知症ケアということになります、うん、はい、まあ歴史は結構古くてもう34、5年以上経ってるということですね。で、私調べたらどこにでも載ってるのが考案した人、このイブジ、何イブサンローラン、いやいやイブモンタン、イブジネストさんとちょっと厳しいな、なんかロゼット頭痛薬、ま、いやイブさん、まあ、イブさんと、はい、あとロゼットマレスコッティさんの2人が考案したと。またなんか言いにくいっていう感じで、はい、もう周りがね、いやいや言うからまた言いにくい、本当にもう本当ですね。まあその2人がね考案してもう、かれこれもう34、5年経つということで、結構歴史は古いんですね、うん、でこのユマニチュードっていうのは、うん、先ほど一人の人間として向かい合うことから生まれるケアなんですっていうことなんですけども、うん、やっぱり根幹としては人とは何かということを、人とは何か、うんうん、それが根幹というところで、まあ、認知症だからといって、まあ、健常者の方と、ね、同じ人間です。でケアを受ける人に、優しく接してくれると
いうことをですねしっかり感じてもらうためのもの、要するにこっちが優しく接するのは当たり前だけども、それが受け手の方もきちんとそれを感覚というのを優しく接してもらっているということをきちんと感じてもらわないといけないというところなんですね、うん、そもそもユマニチュードっていうのは認知症ケアのってことなんですね、うんうん、まあまあそうですね。ただ、うん、これは後々にも なると思いますけども、うん、まあ、そうは言うけども人とのコミュニケーションって、うん、そもそも相手を尊重したりとか、うん、そういうところから始まることだと思うんですね、うん、ですからこれは、まあ、あくまでユマニチュードっていうのは、まあ、認知症患者の方に対してのケアというお話をしてますけども、コミュニケーション の基本なのかもしれないですよね、うん、姿勢というかね、うん、というところでお話を聞いていただけると、まあ、ちょっとつながるところもあるのかなというふうに思います、うん、でこのユマニチュードの基本的な概念というのはこの見るってこと、見る、それから話しかける、話しかける、触れる、立つ、この4つです、はい、で、はい、まず見つめることで向かい合って向き合って話しているということを理解してほしいということですね、うん、で、まあ、20センチぐらいの距離でっていうふうに言うんですけども、はい、まあ、大体20センチってこんなもんで、はい、私も家に帰って定規で測ってみたらかなり近いんですよね、うん、なんかでも正面向いて近いとちょっとこううんっていう感じですけど、うんうん、でも横でこうやって話してる分には結構20センチって、うん、それでも近い、近いけどまあまあでもね、うん、20センチぐらいで目を合わせること、うん、あとは目線の高さを合わせることっていうのが、うん、必要です。やっぱりどうしても上から話して上と下で話したりとか、うん、下と上で話したりとかっていうことになりますけども、うん、目線を合わせた方がいいということですね。あとはその目線っていうのは気持ちをこう如実に表すものですから、まあ、そういった部分でですね、目線の方をしっかり持つことで、まあ、相互理解につながるんじゃないかということ、うんうん、それから触れるということで、まあ、スキンシップってとっても大事なんですけども、うんうん、認知症においては、まあ、本人さんの広い範囲でこうスキンシップを取りましょうということですね、うん、ただ、うん、ポンポンっていうんじゃなくてこうさすって差し上げたりだとかいうこと、あと髪を撫でたりすることもいいというふうには言いますけども、うん、ただその、ね、その方との信頼関係とか距離感もありますので、うん、最初からいきなり髪撫でたらちょっとこいつなんだみたいな感じもなりますけども、うんね、はい、そうならないようにこう段階を経て、うん、スキンシップ の範囲っていうのを広げていったりとかいうふうに、うん、あとは男性と女性でも変わってきますよね、うん、きっとそうですよね。ですからそういうなんかこうズケズケいくんじゃなくて、まあ、その人との距離感を大切にしながらスキンシップを取りましょうということですね、うん、でそれから次は話すことで、相手を尊重しているということを理解してもらうことですね、うん、で例えば、まあまあ、簡単な話といえば簡単な話ですけども、まあ、ご飯ですよって言われるのと、うん、今日ハンバーグだからって言われるのじゃちょっとモチベーションも違うし、相手も、うん、あじゃあハンバーグ、うん、あじゃあポテトついてんのとか、うん、これついてんのとかなんか嬉しいじゃないですか。でもただご飯ですよって言われても、うん、ピンとこない、特に認知症の方ってイメージしにくいと思うんですよね、うん、ですのできちんともう一歩踏み込んだ声かけというか、でなおかつ優しいトーンで赤ちゃん言葉にならない、うん、赤ちゃん言葉にならない、慣れ合いになってなんとかちゃんって呼んじゃったりすることも、うん、ところもね、あったりとか、あとはこう親近感があるからなんとかちゃんって呼んじゃったりすることもあるけども、うんうんうん、でもそれは決していいことではなくて、ね、慣れ合いの中で生まれた部分で、うん、ただたまたまその相手の患者さんが許してくれる話であって、うん、それは決していいことではない、うん、ですからきちんとした言葉で優しいトーンで相手の、お話、相手に対して、うん、まあ、尊重しながらきちんとお話をするということはこれは大切なんだと思います。でそれから次もう一つ立ってということ立つっていうことがありましたけども、はい、まあ立位の援助でなんかピンとこないですけども、うん、自立した生活をね送るためには基本的には人は立ってるわけですよ、うん、例えば立って、まあ、皆さんそうですけども立って移動するとか、はい、立って挨拶をするとか、はい、日常生活の中にずっと座りっぱなしっていうのは、うん、まあ、もちろん障害があったりだとかいろんなことがある場合はこれは致し方ないと思いますけども、うん、
立てる範囲で自分の足でしっかり立って、うん、で自分で自立をしていくんだと、うん、っていうことを促す意味では必要で、もちろん、うん、自立っていうことだけではなくて、うん、筋力を維持するという意味ではもうやっぱり立つってことは必要なんだと、うん、ですから1日あの20分ぐらいは立つ機会を作りましょうね、うん、ということは、このユマニチュードの中では言われているようですね。でこのユマニチュードっていうのは、まあ、今お話しした中では決して難しい話ではない、うんうん、あの誰にでもできる、まあ、ケアというかコミュニケーションツールなのかもしれない、うんうん、ただあの誰でもできるんですけども、うん、それはもしかしたら意識をしないといけない部分っていうのが多々あるのかもしれないです、うんはい、ですからきちんとそういったところを意識することでこのユマニチュードっていうところの、意味合いとか、うんうん必要性っていうのをもう一回再認識する必要があるのかなと思います。じゃあユマニチュードを、行うことでどんなことがいいのかっていうと、はい、例えば認知症の方に関しては、うんまあ、周辺症状って周辺症状、まあ、最近ね、はい、BPSD とか言って言いますけども、うんはい例えば分かりやすい徘徊だったりとか、うん、介護拒否だったりとか、うんまあ、あとはもう物取られ妄想だったりとか、ね、いろいろなんかたくさんありますけども、ね、結局そういうものって本人さんの心が落ち着いたりだとか、うん、環境だとか、うん、そういった部分が落ち着いてくると、うん、自然にこうゼロになるとは言わないかもしれないけども、うん、落ち着いてくる部分なんですね。そうですね。ですからこのユマニチュードを実践することで、うん、そういった、まあ、周辺症状っていうのが落ち着いてくるというのが、うんまあうん、あのメリットではありますね、うんうん、ただやっぱりその形ばっかり真似をしてもこれしょうがないことなんですね、うん、だからこの意味合いっていうのをしっかり理解をしてでそれを実践することで形だけではなくて気持ち的に、うん、あとは相手さん、まあ、利用者さんとのその距離だとか、うん、信頼関係だとかを構築、うん、本当の意味で構築していくってことが必要なので、うん、まあユマニチュードという、まあ、考え方、うん、まあケアの方法とは言いますけどまあ、私はちょっと考え方なのかなって思います、だからそういった形で実践していくことで、まあ、信頼関係を構築していくってことは必要なんじゃないかなって思いますね、うんうん、で、まあ、今回はこのユマニチュードっていうことを取り上げましたけども、はいまあ、これは先ほど言ったように、まあ、一つのコミュニケーションの基本じゃないかなと思います、うんそうですね、というところで今日はユマニチュードの話をさせていただきました、はい、なるほど。なんか7、8年前とかそういう介護系の発表会とか事例検討会とかそういうのに行きますと必ずこういうのがもう出てくるようになってますね。で実際にこういろんな方法がある にしてもこのユマニチュードがここまで今こうもてはやされてるというか、うん、あれすごいよすごいよって言われてるのはやっぱり皆さんそういうところで実際にやってみて結果が出たっていうことで、うん、利用者様の表情に変化があったとかっていう風なのが結構発表されているので、うん、うちの学生とか結構関心持って見てますし、うん、学生の卒業発表とかっていうのにも、うん、取り上げたいっていうのは声が上がってます。そうですね。なんか細かく言うと、うん、なんか150ぐらいなんか項目があるみたいで、だからそのたくさんもっともっと細かいところはたくさんあって、うん、そういう部分をまあ全部理解するのはなかなか学者さんじゃないので難しいですけども、うんうん、そういった部分をもう一回こう再認識したりだとか、うん、ざっと流すだけでも多分違うと思うんですよね、ですからそういった部分をこう考えながら、まあその認知症ケアっていうことだけじゃなくて、うん、人とのコミュニケーションって何なんだろうっていうふうに、うん、もう一回考えることってもしかしたら必要なのかなっていうふうに思いますね、うん、そうですね。認知症の方だけじゃなくて、うん、まあ高齢者の方、うん、そしてこういう仲間同士でも効果があるのかもしれませんね、うん、三田さんありがとうございますいやそうするとなんかまた誤解されるからそうですね猫、ね、がさんこれ、ね、嬉しそう、はい、すごく興味深いのはフランスが発祥だってお話じゃないですか、はいはい、フランスって結構、まあ、他人は他人というか大人な個人主義な社会なイメージがあったけれども、うん、でもそうじゃなくて、まあ、他者の人間性もちゃんと尊重というか受け入れた上での、うん、やっぱ大人の社会としてのフランスから発祥だったのかなっていう感じがしましたね、うんうんうん、いいですねユマニチュード、ねはい、フランスっていうまた響きがいいですけどねちょっとフランス、これ言って今台無しって感じですかねフランス、うん、そんなことないですよ、はいうん
他に言いたいことはありますか？いやもう大丈夫です。大丈夫です。最後はなんかひどかったとか言います、ね、そんなことないです、ね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、まあ、でもそれが本当に当たり前にできる、ね、介護の現場がどこでもこれが当たり前だよってスタンダードになったらとっても素敵ですね。そうですね、うん、そしたらねきっと穏やかな認知症の方もいっぱいね出てくるでしょうし、いいですね、はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、そしてここからはですね本日の、はい、本編に入っていきますよ、はい、椎野さん、はい、はい、今日はゲストの方をお招きしております。はい、嬉しいですね、はい、介護ラジオで初めての、はい、うん、当事者の方という言い方をすると一番分かりやすいかと思いますが、はい、お招きします。真ん中にどうぞ。はい、はい、はい、どうぞ。はい、今日のテーマはですね、はい、視覚障害について学ぼうということなんですね。カメラがあります。はい、はい、そうです、視覚障害について学ぼうということがテーマです。では今日ゲストにお迎えいたしました、はい、では自己紹介お願いします。お願いします。はい、はい、皆様はじめまして。はじめまして、はい、私は、7年前に突然って言っていいと思うんですけど1週間の間に、本当にその前の日までは健常者でした、うん、でもう元気な一応主婦で、まあ、仕事もしてました。まあでももう仕事もそろそろ終わりにしてたんですけど、突然、まあ、病気は突発性視神経炎っていう病気だったんですけど、まあ、50日入院して治療したんですが、まあ、ちょっと視神経は治らず、最後にいただいたのは一級身体障害者、心象障害者、障害者の一級っていうことで、うんうん、証明書を先生に書いてもらって、まあ、終わりになってしまったんですけど、まあ、とにかく、まあ、7年前を思い出すともうとってもね、もう本当に悲しみのどん底で、あのもうね、何もできない、もう私はこれから好きなもうことが何もできない、本も読めない、ね、映画も見れない、お芝居も見れない、うん、で私一番好きだったのは、その前まではもう学生時代から普通の一般卓球をしてたんですね。ずっと、まあ、自分でチームも持ってたし、うん、でもうあのママさん卓球で張り切ってたんですけど、そのやってる最中倒れちゃったんで、もうショックでもううちでしょんぶりしてたんですけど、はい、まあ、本当に家族もありがたいし、まあ、ガイドヘルパーさんも本当に、ね、ありがたいって今本当につくづき、まあ、こう考えてて、私がここまで、まあ、ここの席に座るまでの皆さんにお話ができるぐらいになるまでの元気になったのは本当に家族の、あの愛情と、からガイドヘルパーさんっていう方が、あの私と一緒に同行してくれて、うん、私の今のやりたいこと、行きたいところに、うん、ついてってくださるんですね。だからもうそれがもう本当にあって、今の私7年目もう見えなくなって7年になりましたけど、はい、本当にあの見えてる時のような元気な、見えてる時は結構お世話好きだったんですね。で、まあ、子供が3人いるんですけど、はい、それの時の PTA のね役員をやったりしてたり、あと自分で好きなサークルをね、あのちょっと泳ぎができないから、ちょっと子育ても一段落したから泳ぎをね、あのちょっと覚えたいなっていうんで、あのスイミングのサークルを立ち上げたりして、プールで泳いでたり、で、あの山歩きもね、低いその辺のハイキングなんですけど、そういう外へ出かけるのも大好きなんで、でハイキングに行ったりね、そういう歩行会っていう会に入ったりして元気にしてたんです。でそういう元気なのもできないかなと思ったんですけど、まあまあその卓球が縁で、あの本当にまさか一般卓球がもうできないからダメだと思ってた卓球台に触れるチャンスがあったんですね、でそれがその見えなくなって丸1年経って2年目にそのチャンスがあって、でそこへお邪魔して、そして、まあ、そこがきっかけで、そこが見えない人たちのが楽しめる卓球っていうか、サウンドテーブルテニスって正式には言うんですけど、
その卓球に仲間に入れてもらって、でそこにはまあ私が本当に知らなかった世界っていうとおかしいんですけど、うん、今までは本当にもうこういう健常者の人たちと過ごしてたのでね、うん、こう見えない目の不自由な人たちがこんなに大勢にいて、それでこんなに大勢に明るく楽しくいろんなことやってるっていうのを、うん、まあそこはでそのサークルやってたのはあの足立区の中の足立区、うん、視力障害者福祉協会っていう、はいはい、そういう、うん、あの団体が催してたサークル、あの卓球のサークルだったんですね。それが私が、まあ、あの楽しむっていうかこう変わっていったきっかけなんですけど、うん、そこのサークルに入ってって、それでいろんな見えない人先輩がもういっぱいいらっしゃって、うん、でその先輩たちから、うん、あの今の趣味って言えるかしらね、卓球でしょ、うん、それからあの、それからあのソーランの踊りをね、はい、見えない人たちが1年かかって私も覚えたから大丈夫よって言うんでね、うん、じゃあ私本当体動かすの好きなんで、うん、じゃあでその踊りを習ったら慰問に行くんですよ、ちゃんと老人施設に、うん、あのボランティアサークルの一環としてなってて、いや私も見えないけど何か人のために役に立つことができるんじゃないかなと思って、うんうん、でそのソーランの踊りのサークルにも入って、もう月2回ぐらいね一生懸命こうあれ激しいんですよ、あのソーランこうスクワットみたいなね、皆さんご存知だと思うんですけど、子供が運動会の踊りね、あのソーランの踊りをサークルに入っているのと、はい、あとあの見えなくなったんでラジオを聞いたり人音を聞きながらお家でこう時があるんですけど、手が遊ぶじゃないですか、それで折り紙をね、そうだ折り紙教室があるって、見えない人の折り紙教室があるっていうんで、はあ、じゃあ折り紙を折りたいと思って、で先生全盲の先生なんですね、見えない人も、ですから見えない人の折り方ってあるんですよ、真ん中に線を合わせてったって見えませんから、はい、あの合わせられないんですけど、半分に折ってったら半分にこう指で合わせながら半分に折って、その半分の山にこう合わせてって言うとそこ合わせてって、そういうまた特殊なね、あの折り順なんですけど、もうそこでいろんな折り紙毎月毎月行きまして、3年ぐらい教室通って、もういろんなのできるようになりまして、で、ね、皆さんにで、はい、あげると喜ばれたりして、そうですね、その折り紙も趣味なんです、まあ、そんなかんなで、あの今子供さんに夫とで孫も4人いまして、ね、あのはい、あのもう元気に、あのもう孫たちも私の白杖をもう普通に持ってね、でも手を引いてくれて、もう元気にお店でもどこでも連れてくれて、家族の支えとガイドヘルパーで今は元気にしてる、私ですっていうことでいいのかしら、はい、詳しいことはありがとうございます、はい、では今日は、はい、原さんとご一緒させていただきます、はい、お願いします、はい、お願いします。では少し視覚障害と先ほどおっしゃいましたが、それのことについてちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、教えてください、はいはい、で視覚障害と言いましても、その様々な見え方があります、はい、一般的にこうあのいろんな人は視覚障害っていうと全部見えないのかなって思われがちなんですが、見え方っていうのは本当にお一人お一人様々です。なるほど。例えばイメージしやすいのが全盲といって全く見えないっていう方が全盲ですね。でそれ以外に全体的に暗く見えていてぼんやりとしか見えないという見え方や、全体的に白くなって霧がかかったような状態の見え方の方もいますし、あとは視野狭窄といってこう目の前にグーでちょっと握ったようなグーを出して筒のようにこう覗くようにしてみると、これくらいしかあの周りが真っ暗に見えるという視野狭窄、その広さも人によって様々ですし、そういうような見え方っていうのは様々です。ああ、これは広い版だ。はい、広い視野狭窄っていうのもいろいろあって、視覚が狭いとか、この明かりだとかが眩しく見えるだとかっていうようなこともいろいろな障害が様々です。暗く見えるじゃなくて眩しく見えるっていうこともあるんですよ、はい、そうですね、
で眩しさが結構し、うん、あの辛いので、うん、結構サングラスをかけてる方とかが多かったりとかするのが、うん、そういうような感じです。なるほど、うん、でいろいろ視覚障害の方についてこの前古賀さんと打ち合わせをした時にそうなんですよ疑問がありましたね。街で見かけるね、いろいろな、これはどうなってるんだいっていうところはありますよね、はい、その辺を教えていただきたいと思いました、はい、まずですね、よく一番皆さんがご存知なのは信号の押しボタンとかですよね、うん、はい、はい、で押しボタン、実はですね、障害者の方用の押しボタンっていうのは押すと横断の時間がだいたい 1.2 倍から 1.5 倍くらいに長くなります、うん、はい、で安全に渡れるようにという長くなるという配慮がされています。あのボタンは誰が押せばいいんですか。はい、で利用頻度の多い地域には割と多く設置されていて、うん、でそういうのがあるよっていうのを障害の持ってる方は訓練をされたりとか教えられたりとかを知っている方もいらっしゃいます。であとはなかなか全員が持っているとは言い難いんですけれども、操作することによって音響案内だとかを受けることができる発信機みたいなのをお持ちの方もいらっしゃいます。でそれを持って歩いてると、その発信されてるとこに行くとピピってなって、うん、あ、ここにそれがあるんだなって探すことができたりとかっていうのがあります。そうなんですね、はい、そんなそれ持ってる人がいたら信号機の方が指してくれればいいのにね。さしてくれればですね。わざわざ押さなくてもね、はい、これからですね、それはこれからですね、うん、ただ IoT ですね、はい、むやみにそのボタンを押したりとかをすると、うん、こう交通に不便が生じたりとかするので、うん、それはちょっとどうしたらいいのかなっていうのは課題があるとかっていうのもあるようです、うんうん、それは例えば、あ、視覚障害者の方がいらっしゃるから押した方がいいのかなって思う人とかは押した方がいいんですか、はい、はい、押していただいて、押していいんですか、はい、押していいですか、押してください、うん、はい、わかりました、じゃあ押します、はい、はい、あとですね、信号の時の音聞いたことありますか。はい、なりますね。三田さん、どんな音、はい、ちょっと古いバージョンですね、はい、で大きくそれも通り合わせとかも流れてた時期もあるんですが、うん、今一番皆さんが聞こえるのはピヨピヨっていうのと、うん、カッコっていうのと2種類あるかと思います、うんうんうん、はい、でそれは東西とか南北とかによって使い分けられているんです。実はどういうことですか。東西に渡る横断歩道の時はピヨピヨとか、まあ、ちょっと地域によっては変わってきたりはするんですけれども、東南とかだとどうなんですか。ああ、どうなんでしょうね。スクランブル交差点とかどう。ああ、聞いたことあんまりないですね。で、鳴る信号と鳴らない信号とかの違いっていうのは、その、道路の幅とかなんですか。やっぱりさっき言った人が多い、そういう視覚障害の方が多いっていうところには使われていることが多いんですが、全部には行き渡らないとか、うん、さっき言ったボタンを押すことによって音が鳴るっていうのもあるようです。なるほど。実際に原さんは鳴った方がやっぱりいいですね。私たちはどの信号にもそういうね、はい、シグナルエイドっていうんですけど、それを持ったら鳴るようなのをつけてほしいっていうのを、区に要望してるんですけど、うんうんうん、やはり予算の都合と、うん、はい、道路交通法とかなんかそういうの で、ね、なかなか、うん、あと、はい、音が鳴ると近所でうるさいとかっていう人もあるらしいんですよね。なるほど。でも基本私たちはもう音が出してほしいっていうのはみんな願ってます、うんうんうん、どこもこう、ね、そうですね、特にカンナナなんか、私の裏はカンナナなんで怖いので、うん、怖いですよね、欲しいんですけど、うん、ついてないんですよね。あ、そうですよね、うん、そうか、お願いしたいです。本当です、うん、お願いしたいです、はい、お願いします、はい、あとは今おっしゃってたように点字ブロックだとかもあります、うん、はい、で視覚障害者誘導用ブロックっていうのが正式名になります。視覚障害者誘導用ブロック、はい、そうですね、そうですね、この2種類がよく見ますね、はい、意外とアマゾンとかでも売ってるんですよ。アマゾンで売ってる、はい、1200円とか、まあ、正式なものとあと簡易的なものとかもいろいろあるんですが、うん、道路に埋め込むタイプとマグネットタイプとかいろいろあるようです、はい、
でこちらのまっすぐ四角にまっすぐ出っ張りがあるものは、うん、誘導ブロックといって、うん、進行方向だとかを表すものです、うんうん、で丸がいっぱいついているのは警告ブロックといって案内板の下で止まっていたり、うん、ここでストップですよとかっていうような警告というような使い方をされています、うんはい、なるほど。この誘導ブロックがですね、あの進行方向の方にしっかりついているので、雨の日に自転車でよく滑るんですけど、はい、雨の日に邪魔なわけじゃないんで、滑るんですよ、はい、あの後輪が乗っかっちゃうとね、はいうん、歩いて行ったりとかはしてもあんまり滑らないんですか、材質的にはいかがですか。滑らないです。滑らないですか、で歩くよりも白状でここが、うん、天風呂があるなってことで道間違ってないなってことで、うん、そういう印なんで片足だけ乗せてる人とか、私なんかもただ杖でそこがあるなって確認だけで乗らない。あ、乗らない。そういう風にして使って。あ、そうなんですね。ちょっとやっぱり、うん、正直歩きづらいですよね、凸凹、うんね、の上は、ねうん、ですからその確認です道、うん、でも私たち今願ってるのはもう本当の少ないんです、点字ブロックがついてるところは、うんうんうん、だからもっとね、私たちが裏道入ることありますよね、うん、普通に、うん、そういうとこにも、うん、天風呂を引いてくださいとか、うん、福祉事務所に行くのに途中切れてるので、うん、そこをちゃんとつなげてくださいとかっていうのはお願いしてます、うん、これもお願いします、うん、そうですね、お願いしてます、はい、そして天風呂っていうんですね、はい、私も初めて知りました。業界人、はい、ちょっと言ってみたくない。天風呂お願いします。天風呂をねもうちょっとマシマシでね、はい、お願いしたいです。はい、今お話にあった白い杖、白杖、白杖、はい、はい、皆さんもお持ちいただいて、私も学校の教材にあったのを持ってまいりましたが、はい、この視覚障害の方が白杖を持つっていうことは実は道路法で定められています、うん、でそれを持っている人については配慮しなきゃいけないっていうことも定められています。でなのでこれをこう使っている方を見た時にはぜひ点字ブロックの上だとかに物を置かないとかっていうのはよく言われることですが、そういうご配慮いただけるようにというふうに言われているものなのでぜひご協力をしていただきたいです、うんうん、でこの白杖っていうのは3つの効果というかありまして、うん、まず一つは周囲だとか、今原さんがおっしゃったように周囲だとか路面の状況だとかっていうようなのを情報を入手するのに使われます。なるほど、はい、でちょっと今長いのと短くしてありますが、こういろんなものを触れることによってどこに何があるかっていうのを分かったりだとか、うん、あとは人にもよるんですが、こう結構カンカンって振り回してるっていうイメージがある人もいらっしゃるかと思うんですが、うん、それをすることによって音の反響で広さを感じたりだとか、うん、あとはこう自分がいるよっていうお知らせをするということにも使われています、うんうんうん、であとは安全を確保することだとか視覚障害であることを皆さんに知ってもらうということのために持たれている方が多いです。本当に様々な種類があって、これはすごくシンプルですが、原さんのは、うん、なんか先っぽに何かが丸いね、黒をつけたんですね、はい、これ滑るんです、はい、でこう私はガイドさんと歩くことが多いんで、うん、スーッて前伸ばしてこす滑るんです、坂道とかガタガタとかちょうど歩道切れて、また歩道って切れてちょっと段差があるじゃないですか、あそこにコンって当たるんで、あ、ここで段差があるなっていうのを事前にキャッチできるんで、そう自分で気をつけて歩くんで、そういう意味は滑るんで、滑るんですごく、はい、デコボコ道や坂道とかそういうの分かりやすいです、うん、面白いですね、はい、高齢者の方の杖だと逆に滑らないようにゴムがついてたりするんですよ、うんこれはそうね、じゃなくって逆に滑らして、はい、そうその路面の状態だったりは分かるってことなんですね、はいはい、ね、そうなんです、あ、これだね、うんうん、滑るところすってこれ、うん、障害物があるなってね、椅子かりますね、足に当たってるのが分かるわけですね、はいはい、なるほど、便利ですよ、うん、はい、
白杖と言われていて、今原さんのちょっと赤い部分があったりだとかをして、うん、その白いからどうこうとか赤いがついてるからどうこうっていうのは実は特にないです。で、うん、赤いのがついていたりするとこう床が白いところだと区別がつきにくかったりとかするので、うん、赤いでわざわざ床と違う色にするとかっていうので見やすくするとかっていう方もいらっしゃるようです。あとはじゃあちょっと展示も今原さん展示チャレンジされてるってさっきおっしゃってましたね。はい、はい、展示も今日たくさん原さんにお話しいただきたいのでさらっとだけいきます。はい、展示は6つの点からなります。はい、はい、で6つの点の組み合わせで字を読んでいきますが、うん、今回こう介護ラジオと打ってきたんですが、はい、こう1の点とか2の点とかっていうのがあってそれで打っていって、うん、指先で触れることによって読んでいきます。で、点々は濁点は一つで使ったりだとかもしますし、エレベーターとかではよく数字が載ってたりとかするんですが、その前には数符というのがあったりだとか、いろいろな法則に基づいてやられてます。で、ちなみにですが、今日私が打ってきたのは、これ点字の、これは普通の文字で打ったんですが、点字のライトセンターっていうところがあるんですけど、そこがやっているライトセンターのホームページからダウンロードできるのはこの点字のフォントがダウンロードできます。点字のフォント？フォント、パソコンであるフォントがダウンロードできるので、うん、カって打ったらこのカっていう点字のこれがそのまま出ます。でそういうフォントとかもありますし、うん、さっき原さんのは後から見えるかもしれないんですけど点字でテプラあのシールのが打てたりとか、うん、いろんな商品が展示もありますので全ての方が読めるわけではなくこう障害を持って長くなったりあの結構盲学校にいて勉強したりする方が多いみたいなんですが展示っていうのもちょっとだけご紹介します。そうですね、その6個の、ね、点の組み合わせで文字を、ねはい、パターンを作っていくってすごいですね。うん、限界がありますの で, あので、ね、アルファベットだったらアルファベットの前にそういうのがマークがついていたりとか、いろいろあります、うん、ちなみにこの全部が出っ張っていると目っていう目印の目っていう展示になります。うん、今日一文字覚えましたね。はい、なんでですか、なんでですもんね、なんでなんでしょうね。そうなんだ、はい、外国の ルイさんという方が作ったあ そ, うなんですか。それがこう渡ってきてなっているんですが、私ちょっとこれ学校で習って知ってます、はい、ちょっと学校の授業の中でもあったりとかもしますね。なるほど、ありがとうございます、はい、あとはさまざまな福祉用具があるので、はい、その福祉用具だとか原さんがお持ちのものだとかもいろいろ教えていただければいかがですか。うんはい、そうですね、杖以外にもね、ああ便利グッズというか、うんうんうん、福祉用具っていうよりも皆さんが使ってるものが私たちも同じように使いたいじゃないですか、はいね、だからそれにはどうするかっていうと見えませんから、はい、皆さんはどういうふうに思うかな、見えない時はどうやって探るかな、やっぱし手で触って感じるか、はい、あとは音で耳で聞くんですね。ですから今私が知ってるこの腕時計も見た目腕時計に見えますけど、はい、これは私は針は見えないので、はい、うん、音声今ね、時間を教えてくれるんですね、はいはい、生放送だということが分かりますね。すみません、はい、そういう音声時計もあります、うん、なるほど、すごいですね、押すとだからこれが福祉っていうかどうか分かんないんですけども、あの視覚障害者のために便利なものはいっぱい出てます。もう先日もサイトワールドって大きい視覚障害者のための福祉機器店っていうのがあって、はい、私も行ったんですけども、はい、もういろんなものがありまして、私も行くたんびいろいろ買ってますけど、今年は大物買いました。あ、何でしょう。何ですか。福祉機器っていうのかどうか、喋る電子レンジなんです。へ、全部その前私喋るテレビを見てすぐ買ったんですけど、今年は喋る電子レンジ、レンジオーブンなんですけど、もう全部今温度が何度かで、何度にしたいばこうボタンを押していけばもう。飲み物だったら60度に設定されてるんです、最初でピッてもっと熱いのだったらピッて押せば、はい、65度70度って全部音声で言ってくれるんです。そうそう、で茹でるっていうのもじゃあ葉物か根野菜かも、そういう全部何しろここに、なんで液晶の画面に出てる部分をとにかく全部音声で言ってくれるので、その指示通り自分の希望でもうスタートボタンを
ピッと押せば、あのできちゃうんです。へー、すごくいいんで、はい、三菱です、それ。ちなみに、はい、はい、三菱のしゃべる量販店でも売ってますって言ってましたかしらね。三菱のしゃべる電子です。喋る電子、はい、ちょっと差し障りない程度でおいくらぐらいなんですか。7万5千円。7万5千円、はい、いいですね、はい。だってドア開けるとこんにちはってまず言うの、本当にそうなの。いいですね、ぜひ、うん、はい、こっちからの喋った言葉でそれが反映されたりはしないんですか。言ってはくれるけれども、聞いてはくれないんですね。聞いてくれるのは今私が使ってる iPhone なんですね。 iPhone は本当に私が言うと答えてくれます、皆さんが持ってる iPhone をボイスオーバーオンっていう風に設定に、設定を切り替えまして、で、あの iPhone ちゃんに今日の天気、今日のお天気教えてっていうのね、と今日足立区は今日は曇りですよ、気温は何度ですよって言ってくる、言ってくれるし、もう今私は iPhone がもう本当にね、あの皆さんに視覚障害者の人には本当に私勧めてるんですけど、もう呼びかけるとあのいいです、ね、答えてくれるんですよ、ホームボタンを長押しした、シリを、シリに言うと、ボイスオーバーオンって言うとすごい喋ってくれます、そうなんです、ね、びっくりします。本当に何でももうオフって言うまで喋り続けますもんね、何でもね、はい、ぜひ後で皆さんから、はい、便利に使っても、はい、まあ、あと福祉、ね、福祉って言っていいかどうかわかんないですが、私は主婦なんで、なんていうんですか、ピッてこう醤油とか、みりんとかをね、それがパッてワンプッシュやるだけで 10cc、上のね、で下を押すと 15cc っていうのが売ってるんですよ、やっぱり。それはもう本当に測ることがなかなか見えできないんですけど、それを頭に入ってます。でそのこれお醤油、みりん、だしとかって、あと料理酒って私はこうやってるんですけど、それをピッてやるとできるんで、そういうの便利でいいなと思って私は使ってます。お料理上手もなんか垣間見えてきましたね。だからね、先ほどからお話聞いてた、それ福祉用具じゃなくて日常生活用具っていうんですね、指定されますと、あの足立区の方に申請しますと、非課税の人は無料でいただけて、ちょっと課税してる人は1割負担で、それがいただける、買えるんです、買えるんです。だから私は体重計ね、やはりすごい気になりますんで、体脂肪とか、それが出る音声付きのそういう体重計があるんです、ね、でそれは日常用具品なんで、あの申請して1割負担で買いまして、毎日乗って音声で、皆さん聞こえちゃいますから、あら、本当です、聞こえちゃいますね。ちょっと聞こえちゃうの面ですけど、ね、旦那さんとかね、毎日ね、ちょっと、そう聞かれちゃってますけど、でもそれは日常生活用として認められてるので助かります、あと私たちが本読む、ね、本読めないんですけど、あの音声で本を読むことができるんですけど、それデイジー図書って言いましてね、あのこう CD の皆さんが音楽機 CD に圧縮して、あの一冊分の本が全部入ってるんですね。でそれを機械がないとそれが読めないので、その機械 もうそれは大事な、あの日常生活用語ですごくマンとして高いんですけど、それも申請すれば、あのいただけるし、まあ、1割負担で買えるっていうのかな、それね、ですね、購入できるんですね。だから本をもう見えなくなって、本も読めないなんて思わないで、でそういうのをあの知らない人もいるんで、ぜひねそういうのをあの申請すると、その本も読むことできるし、あと私が入ってる足立視力障害者福祉協会っていうところで毎月お便りも、作って発行してるんです。そうなんですね。でそのお便りもデイジーにしてありますので、そのデイジー聞くといろんな見えない人のためのいろんないい情報が入ってお便りを届けてますので、そういう聞くこともできるので、ぜひその機会を皆さん、こう機会は私はもう年だからダメとかね、僕はそういう機会弱いとかって言って、なかなかこうね、その購入しない人が多いんですけど、ぜひ私は皆さんにそういう機会を手元に置いて、あの役立ててほしいなっていうふうに思ってます、
ぜひその足立視力障害者福祉協会にご相談ください、はい、訳して何でしたっけ、はい、足視協って言われますけどね、足視協、まあ、私まだ新米の理事になったばっかしで、うん、あの詳しいことは分かんないんですけど、うん、でも先輩たちにも本当にいろんなことを教わって、うん、で本当に私先輩の後に生け花もやってるんで、生け花も、はい、誘われて、はい、このやってるあの見えない人の卓球もね、そのサークルですけど、うん、はい、それの空いてる時間は生け花も行けるんですよ、うん、そういうのもやってるんです。先ほど葉っぱを触るだけ で花が、ね、どんどんなんかおっしゃってましたね、花が好きなんです、うん、でそうなんです、いいですね、もやしかもね香りも楽しめますからね、そうなんです、そうなんです、お花だったらね、そうなんですよ、見えないと、うん、音とか香りとか、うん、まあ、お料理の匂いはね、はい、いいですね、はい、もうコーヒーなんかいいですよ ね、 いいですね、最高にいいですね、うん、コーヒーの香り大好き、ね、大好きです、うん、はい、そんな風にして、なるほど、足司教でもう本当に先輩がもうね、うん、あのやはり今あの中途失明が、私もそうですけど、うん、中途失明の方がやっぱ多いので、うん、やはりショックが大きいと思うんですね、うん、私もね、だけどやっぱりみんな助け合って、うん、ね、情報交換して、うん、そしてまあ人生ね、はい、楽しくあの豊かに暮らしていこうじゃないかっていう仲間だと思ってます、はい、うん、ね、でその中で私も少しお手伝いできればということで、はい、あの今その役員になったわけなんですけど、うん、はい、うん、でも本当に救われてます、あのそういう会とか、まあ、あとガイドヘルパーさんね、はい、もうその存在なかったら私は本当に今日ここも来られませんでしたしね、はい、うん、ちょっと失明の人はやはり怖いんですよね、であと杖持って歩くっていうことも勇気がすごく私も言ったんです、うんうんうん、昨日まで見えてていきなり障害者になったんでね、うん、もう近所の手前がなんかもうね、うん、歩けなくて、うん、で杖持ってはちょっと歩けなくて、ね、手つないで普通に済ましてね、うん、見えるような格好で歩いてましたけど、でもさっき椎野さんが言ったようにやはりこの杖を持たないと危険だっていうことが分かりました、うんうん、二人で歩いてると狭い道があのね、邪魔だってね、なんか言うような人がいるんですね、うん、で特にうちの人は体大きいんで手つないで歩いてるとそんな顔する人がいるみたい で、うん、でうちの人がとにかくお前やっぱ杖を持てっていうことで、うん、うちの人に強く言われたんで、うん、ね、もう仕方なく杖を、うん、持って歩くようになって、うん、でも今はもう逆に杖がないと電車の乗り降りエスカレーターもね、うん、はい、これでこう分かるんですね、うん、電車との幅がこう、あ、くぼみポッと入るとあこれはホームと電車の隙間だなっていうのが分かるので、うん、でね、うん、もう今は杖がないと、うん、もう怖くて歩けなくなった、うん、あのね、だからやっぱし大事です、この杖は、うん、目の代わりにもなります、そうですよね、うん、危ないものがねこうあるかどうかも分かりますしね、うんうん、まあ、周りの方も、まあ、白杖を持ってると、あ、うん、ね、あの方は見えないからこう避けてあげようって言ってね、うん、避けてくれる人もね、はい、いるでしょうし ね、はい、電車なんかもねこう、まあ、持っててどうぞって言ってくれる方も、はい、言わない方もいらっしゃいますけど、うん、 そうですね、そうなんですよ、あの、まあ、避けたりとかそういう、なんだろう、お手伝いの仕方もあるけど、もうちょっと積極的にお手伝いしたいなっていう時もあったりもして、でもどう声かけをしていいのかと、どういう介助をしていいのかっていう、そうそう、その時ね、うん、いきなり奥さんなんてこう手持たないでほしいんです、うんうん、本当にびっくりするんですよ、もう周り全然ね、分かりませんので、うん、えっと思っちゃうんで、うん、まずは何も触らないで、うん、ね、何かお手伝いすることありますか、はい、っていうことで、うんうん、まあね、まあ、横ぐらいか ら、 横ぐらいから、え、うん、あの声かけてもらって、はい、いや、そうするとあの、まあ、声かけてもらいたい人は一、うん、人でなんとなくこう杖を持ってちょっと立ち止まって、うん、ちょっとこうキョロキョロしてる人は多分ね道がちょっと分かんなくなってる人なんです、そ う、 そういう人見たら本当にね声かけてほしいんですね、うんうん、あの迷ってるんです、うん、ね、あの何かお手伝いすることありますかって、うん、いや、あのちょっとタクシー乗り場に行きたいんですけど、うん、どちらか分かんないんでって、うん、そういう時はいや、あっちの方ですよとかってじゃなくて、うん、ね、あの右の方の何メートルぐらい行ったとこですよって言ってね、うん、右左とか ね、 ね、あっちそっちはダメなので、そうですね、あの、うん、ね、あの右とか左っていうふうに言ってもらいたいですね、うん、
ですね。はい、原さん楽しい時間があっという間に過ぎていってしまっています。はい、あ、そうですか。ぜひ、はい、あの趣味のお話をいただけたらと思います。うん、はい、そうですね、今日ちょっとそうです、ね、サウンドテーブルテニスですね、テニスっていうスポーツなんです。うん、障害者の、はい、視覚障害者 の、うん、あのスポーツなんです。はい、でもこの競技は、うん、あの国体にもちゃんとある種目なんです。はい、ですから私の今目標は、うん、東京都の、うん、つい先日10月愛媛でね国体が はい、ありましてね。そうなんですね。うん、あのそこで唯一東京から1名このサウンドテーブルテニス の、 あの東京都の予選会っていうのがありまして、うん、はい、そこで優勝すれば出られる権利があるんですけど、はい、だから優勝しなきゃいけないんですけど、はい、でも私の目標はなんとか優勝したいと思って、はい、今こういう音がする、はい、ピンポン玉の中に鉛の粒が4粒入ってるんですけど、はいはい、それをこの木のラバー貼っちゃうと音がしないんで、音で打ち合う卓球台の上をネットの下をくぐらせて、うん、あのするラリーで、うん、ボールが外へ飛び出たらアウトなんですね。うん、だからそれをあと空振りしてもアウトなんですけど、うん、それであのカウント取ってやるゲーム方式なんですけど、うんうん、今それに燃えてます。お強いんですもんね。そうそう、今年はあのその予選会で3位まで駆けつけて銅メダルもらったんです。素晴らしい。来年はなんとか優勝と思って、もうね、もう毎週もう、ね、一生懸命練習してるんですけど、このピンポン玉は、卓球の球と大きさは一緒なんです。同じです。40ミリです。40ミリ で、ね、あので42ミリの間のネットの下をくぐらせるので、うんうん、ちょっと上上げて打つともうネットに引っかかってアウトなんです。まっすぐ平行にスッて転がさないとダメなんです。結構簡単なようで難しいです。はい、卓球台の大きさは同じです。一緒なんです。はい、一緒の台です。じゃあ結構幅ありますね。ありますよ。で、その左右にね、うん、速い球がシュッシュッてきたのをパンパンと打ち返すんですよ。そうなんです。で、3位なんですね、今。すごいですね。すごい。楽しみですね。でもどんどん上手な人出てくるから、ね、分かんないですけど、うんうん、でも楽しいんです。いいですね。運動にもなりますから。うん、はい。なるはい、最後にぜひ何かメッセージというか、はい、お話、はいはい、お願いします。まあね、こう視覚障害者の人がもしもっと見ててくれたらか、周りの方いらっしゃったら、うん、やはりどうしても閉じこもりがちになっちゃうんですね。見えないと、外に出られないですね。うん、やっぱり人危ないと思って、はい、ですけど、出ることができます。それはやっぱり福祉事務所に行きまして、同行援護って言うんですけど、ガイドヘルパーさんとも言いますけど、その方の申請すればその方と一緒にどこにでも出かけられます。で、まあ、出かけるのは好きなとこ行ってもいいんですけど、その一つとして、あと私なんか所属してる足立視力障害福祉協会っていうところでは、いろんな楽しいね、うんうん、ことを旅行、バス旅行もやってますし、何ですか、私がやってるこの卓球、今足立区では卓球やって、あとスティックボールっていうね、スティックボール、はい、そういう、もう次から次に出てきますね。すごい視覚障害者のスポーツなんです。あるんですね、はい、スティックボール、はい、そういうのもありますし、はい、それからあとカラオケ教室もあります。はい、から最近英会話教室も、英会話も、はい、あといけばなサークルもあります。はい、はいはい、あとは年中行事で新年会、忘年会、はい、いろんな楽しいこと、みんなでお茶飲み会もちろんやってますし、はい、いろいろやってますので、とにかく一人で閉じこまらないで外に出て、来て、みんな私たちと一緒にね手を取り合って、まあね、暮らしにくいところは暮らしよくするために、一人ではダメだけど、みんなでね、ね、声を寄せて、声を上げて、声を上げてお願いね、すれば、ね、本当に今ホームドアのこともありますけど、危ないね、そんなのも早く早急に設置してほしいってことなんかも今皆さんでお願いしてますので、そういうところに、まあ、本当にみんなでこう支え合って元気に暮らしていきたいので、ぜひまあ、よかったら、まあ、足立教の会員さんになってくださいっていうのが、はい、ぜひ、いいと思います。あるかしら、はい、ね、足立区にはもう視力障害者は2000人ぐらいいらっしゃるらしいん で、はい、で私たちの会はまだね100人ぐらいなもんですから、うんうん、まだまだね、皆さん多く仲間を迎えたいと思ってますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくありがとうございます。
川さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、本当に拙い話ですいえとんでもないですでは原さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。はい、椎野さんありがとうございました。ありがとうございました。そして三田さんお帰りなさい。はい、失礼いたします。おっしゃっていただいたその足立視力障害者福祉協会、はい、足視協、足視協、そうですね、あの和気あいあいと楽しい雰囲気が伝わってきましたね、はい、うん、ただやっぱまだまだ知られてないのか、うん、2000人いらっしゃる中の100人弱ですからね、はいはい、そうですね、うん、ぜひ、うん、いい機会としていただいて、はい、それできっかけになるといいですね、うん、そういったところに行くことが第一歩になって、ね、うん、いただけるといいかなって思いますね、うん、でそれぞれの方の困りごととかを足立区の方に言って、うん、もっともっとね住みやすい足立区になったらいいなって思いますよね、うん、はい、本当ですね、うんうん、はい、どうでしたか三田さんは今日は。話聞いてたら、うん、もしかしたら、うん、まあ言葉に語弊はあるかもしれないですけども、うん、健常者の自分たちよりもよっぽどいろんなこと考えてるなんか自分たちがどうするべきなのかとか、うん、そういうアクションを積極的にこう起こすっていうことをしっかりやられてるので、うんうん、なんか私たちなんか私なんかは、まあ、普段のね、うん、プライベートの生活だとまあいっかなみたいなことも多いですけども、うんうん、やっぱりそういったところをこう前向きに前向きにね、していくことを、うん、こうライフワークにされてるのかな、うん、っていうふうに私は思いました、ね、うん、はい、素敵です、うん、そうですね、原さんのお話をお伺いしてるとすごく人生を楽しまなくては損だなっていう、うん、それは思います、ね、姿勢がありますよね、うん、なんとなく過ごしてなんとなく一日が終わってみたいなことではなくて、うん、そうですね、ちゃんと一日一日を、うん、味わっているのかなっていう感じはしました。で椎野さんはどうだったでしょうか。はい、うん、たくさん勉強になったと思います。なんかこう、うん、分かっているようで分かっていなかったり、やっぱり生の声っていうのはすごいなっていうのと、うん、しみるなっていう感じがしました。そうですね、はい、古、うん、賀さんどうですか。いや僕も良かったです。これ以上話をするとですねエンディングの音楽が流れてきてしまうので、はい、その前に予告コーナー、はい、なるほど、はいはい、ありがとうございます。先ほど原さんもおっしゃっていたガイドさんっておっしゃってたんですけど、私も実はそのガイドの資格がありまして、はい、あれそうだったんですね。実はあります、はい、ガイドヘルパーっていうのは同行援護なんでこれ貼ったんですか。あ、これちょっと個人情報、年齢とかね年齢とか、はいはい、同行援護従業者養成研修、はい、一般課程と応用課程がありまして、で私は一般も応用も持っているんですが、はい、一般だけだと3日間くらいで取れて、はい、でまたいろいろ上手とかあと練習とかもすることはするんですが、比較的福祉関係の中では取りやすい資格です。そうなんですね、はいはい、で足立区でもさまざまな事業所がありまして、そこでこう皆さん活躍されていますので、興味がある方はぜひ資格を取るっていうことや、うん、はい、そういうところに所属をしてっていうのはぜひチャレンジしていただきたいと思います、うん、からの予告なんですが、からの予告ですね、はい、はい、同行援護専門事業所、はい、オトモという専門の事業所がありまして、足立区さんとかもいっぱい事業所さんがあるのですが、今日ちょっと予告をしたいのはオトモという事業所がありまして、西新井の駅からすぐのところにあるんですが、はい、そこの事業所と私の所属している専門学校でコラボの事業をやったり、事業だとか、うん、あと専門学校の学生さんに、うちの学生に資格を取るっていうことをサポートしてもらって、はい、たくさんガイドヘルパーさんをこう養成したりだとか、それに伴っていろいろイベント、ヨガのイベントだとかをしています、はい、で11月は18日、はい、に学校でヨガのイベントがありますので、そうですね、はい、12月はヨガはお休みで、ちょっと違う教室をやろうと思っていますので、何をやるんですか。はい、それは皆さんが気になっているアロマをやろうと思ってます。匂い、はい、ぜひ原さんに来ていただいて、はい、ね、香りを楽しんでいただく、ね、アロマね、そういうのをいろいろ、お供はいろいろ
そういうのもあのいろんなお家のお家から出るっていうことも企画してくれている事業所なので、興味がありましたらぜひ検索をしていただいて、はい、ご参加もいただければと思います。学生と結構キャッキャできるので賑やかですよ。なるほど、学生とキャッキャできるのに。でも三田さんはだって塾上はだからまたそれですかもうだからもう本当にね、三田さんは 若者に興味がないってこの間も豪語してましたからね。じゃあ学生も塾上も一人二人じゃあそこだったらキャッキャできます。投げやりだな。そんなことないですよ、投げやりじゃないですよ。はい、はい、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。無事11月も終わってよかったです。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。